はい、よろしくお願いします。小林です。この、こういうその Ruby で1日でゲームを作ろうというのをなんだプログラマーの初心者にやらせてるって話をします。で、基本的に京都MIコンクラブっていうコンピューターサークルが京都大学にあるんですが、そこで1日で、さっきも言ったように1日でゲームを初心者に作らせるっていうのをやってるんですね。で、基本的にはある意味教育的な活動としてそういうことをやってるんですけど、それについてお話をすることで、Ruby を用いた、というよりもどっちかっていったプログラミング全般に関する教育の話のヒントになればいいなと思ってこういう話をします。基本的に一個こういう事例がありますよって話、ケーススタディを話をするんであって、綺麗なストーリーラインがあるっていうわけではないです。雑談とは言いませんけど、そんな感じですね。はい、というわけで、まず、私のことは多分あまり知ってる人はいないと思うので、ちょっと自己紹介します。名前は、大林一平でございます。ルリマ、日本語のRuby リファレンスマニュアルですね、メンテナーです。ルリマ、使ったことのある人どんくらいいます？やっぱり日本人ですから結構使ったことありますよね。コントリビュートしたことある人？いないこともなかったありがたいありがたい。そんな感じです。でその他にもその Ruby SDL とか、その Ruby SDL の、SDL2 版とか、いうやつとか、なんだっけ、 Emacs でなんか Ruby のドキュメントを見るようなツールを作ったり、数値計算用のライブラリを3つ4つ作ったりしています。で、職業は数学者、応用数学者で、今は東北大学の、WPIAMR というところに所属しています。で、今のところその AIMR というのはその、材料科学の研究所で、私は数学者なんですけど、その数学と材料科学 の、そのコラボレーション に関する研究みたいをやっています。それ以外にも、力学系理論というのが一応私の専門なんですけど、それとその、歩行モデルとの、研究というのをやっています。で、最近はもう Ruby、 仕事では全然 Ruby 書いてなくって Python ばっか書いています。数値計算動向をやるときはもう Python の方がだいぶ便利なんですね。Ruby の、 数値計算用ライブラリいっぱい書いたんですけど、それでもちょっと太刀打ちできない感じです。はい、で昔は京都に住んでて Ruby 関西というところによく出入りしてました。で、趣味はプログラミング言語を勉強することで、1年に1個ぐらい勉強したいなとか考えています他にも、Git の UI の悪口を言う趣味とかそういうのもあります。あとお酒ですで、こういう話をするだけちょっと KMC の話をしないとわけわかんないので、その話をしますが、京都マイコンクラブっていうのは1977年に設立された京大の、コンピュータサークルで、今のところだいたい50人ぐらいの学生がそこに所属しています。でやってることはだいたい大雑把によくこうやってその 4つぐらい、プログラミングやってる人 と、コンピュータグラフィックスやってる人と、コンピューターで音楽を作ってる人 と、プログラミングやってる人もだいたいゲームを作ってる人と、いわゆるそのクロゲンコンテストだとかそういうところにやってる人っていうのは割と多いですね。あと、部内ネットワークアドミニストレーションというなんというかよく分かんないことをやってる人もそこそこいます。で大体ここに書いてること、グループが大体その KMC という組織のなんというか内部状況みたいなのの内部的グループみたいなのをやっています。で、なんか歴史が長いので、なんか昔作ったものとか結構いろいろあって、80年代ぐらいネットワークシステムを作ってたりとか、あと PC98 用の 386BSD だとか Linux だとかそういうのポーティングをやってたりとか、日本語変換エンジンを作ってたりした人もいました。だから実際のところ何やってるかっていうと、大学サークルらしくおしゃべりしたりゲームやったりしてるわけです。で、というわけで、そんなサークルがあるわけでございますが、この、
ワンデーゲームプログラムキャンプってやってるんですが、日本語ではラピッドゲームコーディング祭りというなんかよくわかんない名前をつけています。で何やってるかっていうと、新入生、1年生1回生に、そのゲームプログラミングをやってもらうと。で、目的っていうのは基本的に、その互いに交流を深めるとよくある話ですね。あとそのプログラミングの経験を積んでみると。で、ゲームプログラミングが面白そうか、なんか他にも面白そうなものが何かないかっていうのを、そういうふうなのをいろいろその、自分を調べてもらうと。あともう一つはその、いや自分でもやればできるんじゃないかっていうことを自覚してもらうみたいなこと、つまり自信をつけてもらうみたいなことも一つのこの目標です。で、実際にその、やることはもうなんかゲームを1日で作ると、そういうわけです。雰囲気としては、こんな感じです。これは2013年の写真なんですけど、こういう部屋に、だいたいその参加者と教える人が、その一堂に会してだいたい、10人くらい来て、教える方も10人くらいいるので、20人くらいはちょっと部屋に詰め込むので結構狭いんですけど、こんな感じで一つの部屋に詰め込んで、プログラミングをやると。朝からやって、夕方までやるっていう感じですね。で、このイベントっていうのは2007年ぐらいに始まったんですが、なんでかっていうと、2007年ぐらいに鴨川のでバーベキューをやるのが禁止されたんですね。なんか何言ってるか分かんないと思いますが、新入生が4月に新入生が来ると、みんな例えば花見をしたりとか、あと、なんかその体験入部とかやったりして新入生を集めなきゃいけないわけです。でよく京大の学生は鴨川行ってバーベキューして新入生を歓迎するっていうものがあったんですけど、それできなくなったので仕方がないから、なんか別のをやろうと。じゃあこういうことでもやろうかっていうふうにやって、なぜか1日でゲームをプログラムすることになりました。で、そんなわけで、実際どんな人が参加してるかっていうと、大体1日に10人ぐらい来ます。でそのうち 80% ぐらい、つまり8人ぐらいですね、は全くプログラミング経験がありません。で、大体その 80% も別にそのゲームを作るって言ってとりあえず来るっていうだけで、なんかこういうものを作りたいとかそういうビジョンも全くないと思ってください。 20% ぐらいはちょっとこういうのがいいなとか、こういうことやってみたいっていうのはあるって感じです。でもう一つ、みんな、基本的にその、ラップトップ PC を持ってきてもらうんですけど、ほとんど全て Windows です。ここを見ると皆さん Mac ばっかあれですが、Mac は基本的に1台もないと思っていいです。Linux もないです。はい。世の中はそんなもんです。で、それでどんな感じでやるかっていうと、まず基本的にその、物質っていうのがあって、そこでずっとやる感じですね。で、物理的環境はこんなもんで、プログラミング上の環境というのは、RubySDL スターターキットっていう、原くんが作ったものがあって、それを改造して使っています。Ruby のバージョン 1.8.4、 今 2.2.3 ですね。でだいぶ古いです。で、そのあともう一つその、RubySDL っていうその、Ruby で使えるゲーミング用のライブラリがあって、それのラッパーである MyGame っていうものがあって、それを使って、その2つを合わせて使っています。であと、Windows で動く用の動く、割と簡単にインストールできるエディターみたいとして、その桜エディターっていうのを、さらに導入してもらって、それを使うってことになっています。で、なんでこういうふうになってるかっていうと、とにかくその1日でやんなきゃダメなので、インストールが簡単でなければならないと。で、これは実はその ZIP ファイルが2つあって、その2つファイルを持ってきて、それを展開して、でその ZIP ファイルの中に入っているmain.rb というのを編集して、なんかあるアイコンをダブルクリックするとゲームが動き始めると、そういう環境なんですね。でもこんくらい単純だと、多分30分もあればインストールとか全部終わっちゃうので、残りの時間をちゃんとプログラミングに使えると。で、実際的なタイムラインとしては、大体9時、朝の9時ぐらいに集合して始めるって感じです。
あとまあ当然昼ご飯ぐらいちょっと食べに行くんですけど、その時に17時ぐらいにまでやって、そこで出来上がったものの話、発表して終わりっていう感じですね。で、ここでその先ほどのタイムラインを見て分かると思うんですが、なんか講義の時間みたいなのは全くありませんね。実際ところその講義を準備するのがめんどくさいとかそういう理由で、まあ、そういうものは全くありません。でもう一個ずつ、そこをなんとか補うために、とにかくその一人の参加者に対して一人、上級生を割り当てるということをやっています。つまり、まあ、大体基本的に10人が、その新入生が来てたら10人我々がその教えに行くという感じです。ただまあその基本的に教えてる方もそんなに Ruby に詳しいというわけではありません。ただこれはちょっと注意で、まあ他に、基本的に、どうやって教えるかとかそういう基準みたいなものは全くなくて、とにかく割とあのぶつけ本番でやっています。基本的に、皆さん、教える方も学生ですから、そんな教育、そう、教育にプログラミング教育に慣れてるわけじゃないわけですね。しかもその この間聞きましたけど、基本的に春に、いや毎年春にやるんで、去年どうやったかなんてあおぼろげにしか覚えていないわけです。でまあそれでもちょっと、なわけなんですけど、基本的に、まあなんか、リファレンスが欲しかったら大体楽しい Ruby を持ってきて調べるって感じになっています。そんなわけで、あの基本的に教える人とがお一人ずつ割り当てちゃうので、どうやって教えられているか教えているかっていうのはその基本的に参加者によって違う状況だったりします。例えば、まあ、構造体ぐらいで作らないとちょっとゲームできないので、構造体を教えるっていう人が一人いたりしたら、また別の人はもうクラスを使おうとかいうふうにやったりして、そのあたり全然バラバラです。で、まあ、そんな感じなんですけど、実際、出来上がったものは大体こんな感じで、まあ、これが実際1日で出来上がるもの、一番上のやつはそのカードゲームっぽいやつですね。で2つ目は、なんだろうこれ、爆弾を多分避けるんだと思います。あと、なんか、他にもなんかこういうゲームを作ったりしています。で、結果として大体参加者の8割9割ぐらいはなんかできます、なんか動くものができます。そのなんかできて、その、皆さん、その参加者はそのプログラム見学全くないわけです。それでも8割9割ぐらいは何かできてしまいます。ね、まあ、参加者はそれでそのかなりあのやる気を出してくれます。実際その、まあ、1日でやってやると結構その自信ができて、自信ができるとみんな自分で勉強してくれるわけです。ね、そのわけでまあ参加者はその、まあそのままゲームを作り続けるかっていうとそういうわけじゃなくて、例えばウェブもやってみたいなという人も例えばいるわけですけど、まあ、3年かは、その新しいゲームを作ろうということをやり始めます。でまあ一人でやり始める人もいますけど、基本的にそのもうちょっと立派なでっかいやつを作りたいなという人がいたら何人かでチームを組んでやるっていうのもよくあります。ただまあそのあんまり Ruby は使ってくれませんね。あのみんな C シャープを使うか、もしくは Unity を使うかのどっちかになります。というわけで、あのもうほとんどそのプログラム研究のない初心者が8割9割いるようなところで、もう大体全員が何かものを完成させられるわけです。でまあ一応後にもつながっていくと感じで、なかなかうまくいってるというわけですね。なんで、こんな風にうまくいくんだろうという話をやるわけです。で、まあイベントの概要はこんな感じで、ここから先はちょっと考察を、このイベントに関してそうこれがいいんじゃないかとか、こういう、そういう話をまあしていくと思います。で、まあ多分、ほぼ、そのいろんな参加者に話を聞いたところによると、ほぼ全員が多分その、その一人一対一でやってるのがいいんじゃないかと、まあ、証言しております。つまりその、その1人参加者がいたら1人その教える人を割り当てると。
で、こういうふうにすることによって、そのまあ、基本的にその、参加者、基本的に最初に言いましたけど、ほとんどの参加者は何か作れるんじゃないかとしか思ってなくて、何を作ろうとかそもそも考えてないわけです。でそれで、じゃあまず何を作ろうかっていうのを考えなきゃいけないわけですけど、そこでその1対1にしておくと、それぞれのペアでちゃんと相談して、じゃあこういうの風のを作ろうかとか、そういうことを相談できるわけです。それが例えばその教える人が2人いて、教わる人が10人ぐらいいたら、そういうことちょっと難しいわけですね。でまあ目標、基本的にその何やるっていうのは目標設定が一番大事なわけです。でそこは目標設定というのを、まあ、1対1でやるというのが一つ重要な、うまくいってる理由かなという思われます。あとまあ基本的に教える方も、あんまり教えてると教えるとかやってるわけじゃないんですけど、まあ、1対1だったらなんとかなるわけです。次にその、まあ、教わる方の人数が増えれば増えるほど、ある意味その難しくなっていくわけです。その方がその例えば、ある人の進度はすごい速くて、ある人がゆっくりだったらどうしようっていうので、その教育に対して、まあ、教育をするっていう問題に対してはいつも問題になってくるわけです。その1対1でやるんだったら、もう遅い人は遅い人に合わせればいい、それだけにフォーカスすればいいわけですし、早かったらもうどんどん教えていけばいいと、非常に、フレキシブルなやり方なわけです。だからまあその基本的にそのこれは、非常に高コストなわけです。教わる人が10人いたら、教える人が10人必要なわけです。で、これがうまくいっているのはなぜかっていうと、1日で全部終わっちゃうからっていうのがあるわけですね。1日だったら、まあみんな頑張るわけです。1週間頑張るのは、まあ、1週間頑張ってほしいんですけど、まあ1ヶ月頑張るのはもう難しいわけですね。でもまあ1日だったらみんな頑張られる。なわけで、何も、何だっけ。まあ、ある人はもう例えばさっきも言ったけど、まあストラクを使って、ある人はクラスを使ってと。で、まあ、基本的にみんなグローバル変数で頑張ります。で例えばそのある人はあのホワイトボードに書いて教えると。で、ある人は例えばちょっとそのキーボードを触って教えると。そういうふうにその基本的にみんなバラバラです。ただまあ基本的にみんな Ruby はあんまり詳しくないんですけど、ゲームの作り方はそこそこ知ってるので、ゲームの作り方ってどんな言語に行ってもまあ割と似てるんですね。基本的にそのループがぐるぐる回ってて、絵をじわーっと絵の位置をちょっとずつ動かしていくと、アニメーションして見えると。もうそういうのは基本的に全く一緒なので、そういうところ、そういう知識をまあうまい具合に活用して、まあこれをやってるわけです。もう一つ一対一でやってるということで、もう一つ重要なこととして、締め切りが非常にクリアであるということがおそらく重要であろうと考えられるわけです。まあ何をやるに対しても目標は重要なわけです。で何を作るかはまあ実は決まってないけど、いつまでに作らなきゃいかんかっていう意味での目標は非常に明確です。1日です。9時から始めて17時までです。で何を作ろうかっていうのは、もう結局のところ締め切りで決まってしまいます。なぜかっていうと、もう、1日でできる、しかも1日で初心者でできることなんてたかが知れてるわけです。でたかが知れてる中でなんかできることっていうのを考えると、実はまあ一応その教えてる方も初心者だった頃があるわけで、その頃でその1日あればどのくらいできるかっていうのはまあ多少分かるわけです。でまたその自分1日、なんだろう、1ヶ月だったら何が作れるかっていうのは、多分プロフェッショナルのプログラムでもちょっと簡単に測れるもんじゃないわけです。ただその1日で何が作れるかって言ったら、もうある程度プログラムやってれば見通しはずっとつくわけですね。そういう意味でそのいわゆる見積もりっていうのも1日に絞ってやってるから簡単だっていう側面があるわけです。そういうふうにかなり極端な、スタイルでのイベントなんですけど、そういうふうなことによってなんか全体的にうまく回してると。
で、まあ、実際に、作るものといってはもう、クラシカルなアクションゲームだけです。さっきちょカードゲームがあってあれだけはちょっとあのアクションゲームとはちょっと言い難いんですけど、まあ、ほとんどの場合はアクションゲームです。でアクションゲーム作ろうと思ったら基本的になんかオブジェクトを表示してそいつを動かし、まあ入力をまあ受け取ってそいつを動かして、であとはそのなんか衝突判定といってその2つのものがぶつかったら爆発したりして、であとはその点数がついて、あとオープニング画面とゲームオーバー画面が作れて、まあ、大体こんくらいできれば、まあ、1日おしまいです。まあ、ここまで全部できるっていうのは結構難しいんですが、まあ、それでもまあここまでやれる人もいます。まあ、作れなかったらゲームオーバーなしでそこでいきなりプログラムが終わっちゃうわけなんですけど、でもまあ基本的にそのオープニング画面を作るぐらいは結構できたりします。で、まあこのいろいろちょっとその教えてる人に話を聞いた感じのところによると、まあ、とりあえずなんか重力のあるゲームを作ると難しい言ってることは分かりますが、床のあるゲームを作ると難しいんですね。これはゲームプログラムやった人じゃないと分からないと思うんですが、床を作ると絶対めり込みますで動かなくなります。でそうなのでもうそういうのはなし、シューティングゲームの方が楽、あんまりできるだけデバッグしないことが大事なわけです。一日なんかやろうと思ったら、あとまあそのほか衝突判定をするっていうのは基本的に四角形同士の衝突判定は割と簡単です。割と簡単なんですが、作るとなんかとてもゲームっぽくなります。で満足度が上がると、でというわけでこれを目標として作るんだって、まあ、ある人は言ってました。まあ、他にもなんか、点数をつけるとなんかゲームっぽくなるし、オープニングとか、ゲームオーバー画面とか作るとなんか見た目がそれっぽくなるって、結構満足度が高いよとか、そういう方針でやってる人もいます。そんなわけで、まあ、基本的にそのデッドラインが非常に厳しいことでこういうふうにやってるわけですね。また、もう一つ、まあ、一応重要かなと思うことで、一応ここも Ruby のカンファレンスなわけなので Ruby の話もします。まあ、昔は C と SDA を使ってたんですね。ただまあとにかくインストールがめんどくさくって、で私がちょっとその RubySDL スターターキットっていうのを原くんが使ったけどもできて、これでいけるやろとか言ってやったらなんかすごいうまくいったので、それでずっとやってます。でもあとまあ基本的に教えやすいっていうところもまああるわけです。でこれがその、実際に使っている環境です。右上に、ZIP ファイルがあります。でこれを展開して、なんかディレクトリが1個出てきます。今展開中です。はい、するとなんかディレクトリがあって、その中をダブルクリックして、ゲーム .exe でちょっと小さいかもしれませんねのところいうやつをダブルクリックするとウィンドウが出ます。でそのメイン .rb というやつを編集します。まあスクエアレンダーというやつ、正方形を書くってやつ、命令ですね。でこんな感じのプログラムを作って編集して、さっきのゲーム .exe をダブルクリックするともうちゃんと、ウィンドウに赤い四角が書かれているわけです。まあ、こんな感じでちょっとZIP ファイルを展開してやればもう動いて、ちょっと編集すれば四角形が書けるぐらいは簡単にできる。このムービーだいたい2分くらいね、なので2分くらいでそのくらいできちゃうというわけです。でまあ Ruby だったら基本的にそんなに教えなきゃいかんことはたくさんあるわけじゃないわけです。あとゲーム作りたいって言っても、まあ、変数と if とループと配列とぐらい教えとけばまあまあなんとかなるかなと。まあグローバルバリアブルはまあもう使うのを恐れない。であとまあまあ、静的片付けの言語はもう静的な型を教えるのにまた時間がかかってしまうわけです。で積んでもそこは、まあ、全部カットできる Ruby っていうのはこういう超短期間で何かをやるっていうのは便利でいいわけですね。
あとまあその初心者から見た時にもその Ruby っていうのは基本的にその魔法的な何かっていうのは少ないです。 C でやると必ずインクルードなんとかかんとかって書かなきゃいかなくて、そのしかもライブラリのリンクを、渡す必要があってっていうのをちゃんとある程度そう、そのまあ説明するか、もしくはこれは魔法だと言ってあの教えてしまう、そこをパスするかのどっちかなわけですけど、まあ、基本的に Ruby の場合はそのリクワイアなんとかかんとかって書いたら、そのまあ、ちゃんとライブラリが読み込まれて動くと。でこれはそのこういうその外側からライブラリ持ってきて、そういうそのなんか便利な部品集を持ってきてるんだよくらいにことをちょっと言えば、まあまあ C でどうこうやるよりだいぶ楽なわけです。でまあ基本的にこの仕組みっていうのは一番大事なことは、教える側も、教わる側もあんまり準備が必要ないと。ZIP ファイルの展開ぐらいはまあ誰でもできるしだろうと、まあ、できなかったらまあそこぐらいはあの教える方がちょっとあのドラッグ&ドロップやってこれが乗ってってやれば OK となわけですよ。で出来上がったプログラムは大体こんな感じになります。例えばなんかこれはゾンビを撃つゲームなんですけど、あこれは実はグローバル変数あんまり使ってませんね。ちょっと偉いですね。で例えばさなんかゾンビとボールがどうに か, なんかぶつかったらゾンビが死んじゃってという例えばプログラムがあるわけです。これは基本的にあの、その一番上の方の行に、ストラクトでゾンビと、プレイヤーとあと多分ボールもあるはずですっていうのはちゃんと作ってやってるわけです。また別の人のプログラムはまたこんな感じで、この人はちょっとあのクラスを使ってやってるわけです。でこのメインループというところの中でなんかいろいろやってるわけですが、エネミー1ドゥ敵ドットレンダーでなんか結構、はい、例えばこういうこれはエネミーだけなぜかグローバル変数で、それ以外は、ローカル変数だったりするわけですが、まあ、こんな風にして、1日で頑張って書くと結構、グダグダなプログラムになるんですが、まあまあ仕方がないですわけです。仕方ないわけです。でまあRubyはそういうふうにいろいろその初心者に教えるには利点があるわけですが、じゃあ別に他にもまあ選択肢は考えられるわけです。じゃあ Unity はどうだろうと。ただ Unity はちょっとそのUnity って知ってますかね、まあ、すごい高性能な、ゲーム開発環境です。基本的にインストールがめんどくさいっていう大問題があります。基本的にインストールするとネットワークが詰まるというあれがあるので、そういうことやりたくないんですね。じゃあ HSP とかどうだろうと。まあ、別にいいんですけど、もうちょっとモダンな言語を使いたいですよね。あと基本的にその一応その、HSP、まあ、もうちょっとモダンな言語を、まあ、教える方がという問題もあって、まあ、GoTo とか使ったことがないんですよねみんな。あとまあ Python とか JavaScript とか他のそのライトウェイトな言語はどうだろうと。まあ、別にいいと思うんですけど、まあ基本的にその誰かがどうにかしてその準備して、さっきの ZIP ファイルみたいなのを準備してやる必要があって、まあ、誰もやっていないので結局 Ruby でやってると。そんな感じで、なかなか、不思議なイベントだと思いますが、まあ、うまくやってると。で、まあ、未来的にはどうするかというと、多分まあ毎年 やるんじゃないでしょうかって、イベントとしては毎年やるだろうと。あとまあそのさっき言いました Ruby 1.8.4 なんですよね。さすがにそうそうそのルリマの、リンクがなくなってしまったってるんですよ。もう 1.8 ってさすがに何とかしたいので新しいバージョンを今作ってるところです。でまあ来年の3月ぐらいにはまあリリースできるといいなと考えております。的に、今の、まあバージョンのいいところといいところ取りして、作ってで、まあ、Ruby のバージョンを新しくしてっていうふうにして作ろうかなと思っています。まあ、大体こんな感じのプログラムを書くと、なんか右図みたいな、やつが動くみたいなのをまあ目指しております。というわけで、まとめです。で、この場合、その、はいはい、基本的にその、やりこの、教え方というか、そのイベントの進め方と目標というのが、この場合は非常に重要になっていると。基本的にその、1日でゲームを作っているのは、まあ、1日で初心者にゲームを作らせるっていうのをパッと言うとみんな不可能だと思うんですが、割となんとかなります。
なんでかっていうと、まあ、そこまで極端なことにしてると、できることっていうのが限られて、できることが限られていれば、それに対して全力を尽くせばいいわけです。だいぶ話が簡単になると。締め切りが、この場合は特に重要になるわけです。で、まあ、あと、まあ、大学サークルですから、基本的に、あんまりその部員にいろんな強制をさせるわけにはいかないわけですね。1ヶ月ぐらい頑張って働けっていうのをさすがにやらせるわけにはいかんですけど、みんな自発的にやること前提。ですから、それでもまあ、1日頑張ってって言ったら、みんな頑張ってくれます。そういう意味では、ある意味とても重要、そういったそのやり方が重要なんだろうと言えます。とまあ、プログラム言語は、まあ、Ruby はまあまあ教えるのでいい感じです。一応、基本的にその、なんだろう、あんまり非本質的な知識っていうのは全然いらないと、まあ、基本的にメモリーのアロケーションがどうこうとかそういうことは全然言わなくていいわけです。それだけでもだいぶ楽になります。あと、まあ、魔法的 なんかこれはよくわかんないおまじないとかそういうやつも少なくて済むっていうのは重要です。こんな感じで、以上です。これは、いろいろ話を聞かせてもらったんだけど、なんか面白かったんだけど、V にいろいろ話を聞いてこのスライドをまとめたんですけど、そこで今までのスライドに入れられなかった中身をいろいろここに書いてます。以上です。はい、ご清聴ありがとうございました。質問の時間もちょっとありますから、一つ二つぐらいでどうぞ。質問がある人は、ありがとうございます。今プログラミング教室っていうのが日本ですごく増えてきていて、同じようなこう悩みというかやり方をどうしようかっていうのを悩んでるところが多いと思うんですけど、1対1はなかなかこう講師を揃えるとかアシスタントを揃えるのは厳しいということが多いと思うんですけど、せめて2対1とか3対1の場合はどうしたらいいかとか、なんかそういう示唆とかはありますでしょうか。どうなんですかね。まあ2対1ぐらいだったら実は1対1と同じあんまり変わらないぐらいでなんとかなるんじゃないかなという気はしますけど、基本的に人が1人増えるたびに忙しさが2倍、その分倍になっていってるわけですからね。その場合は難しいですね。多分そのある程度みんなでやるところと、その1対1とか2対1ぐらいでやるパートを分けてやるとか、そういう工夫がまあ必要になってくるかもしれません。こんなもんでよいでしょうか。ありがとうございます。あともう一つぐらい時間ありますから、いいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。